今回は、あの、えー、親孝行の賞味期限とかにしときましょうか。親孝行の賞味期限。まあ、今年2022、1。今年僕は、あの、まあ、親にですね、BMW をプレゼントしまして、まあ、ずっと僕の家は貧乏で、まあ、ずっと軽自動車だったんですよね。 まあもちろんそのプレゼントする前の乗ってた車も軽自動車で10万キロぐらい走ってて。あの、まあいつか、あの、ね、死ぬ前に、まあ普通のフォードアの乗用車ですよね。あの、プレゼントしたいなと。うん、で、まあ、なんだ。最初はね、あの、プリウスとかも考えたんですよ。あ、ゃあ電気自動車ですね。まあガソリン代がか,かかんないんで。 で、月額で5000円とか払うと、なんか無料で全部、なんかいけるみたいな。ただまあ、極地がまだ少ないので、まあその、べ、交通の便を考えたときに、やっぱまあ、ガソリン車というかね、まあ、ガソリンスタンドで入れられるやつで、まあディーゼル車。ディーゼルだと安いじゃないですか。なんでディーゼルで、いろいろ考えて、まあ BM の3シリーズですね。BM 結構ディーゼル出てるんですよね。で、それで、まあ、あの、それを買いまして、 ねプレゼントして。まあ一応ガソリン代とかね、保険代とか、車検代とか、タイヤ代とか、全部僕持ちで、まあそれも、その後も、あの、僕が払ってるんですけど。うん。まあ、僕は間に合ってよかったなと思いますね。うん。やっぱその親、親孝行したくても、親が死んでしまえば、無理だし、まあ車のプレゼントに関しては、親が車が乗れない年齢だったら、まだ今68か9なんですよ、親父が。 で、まだ乗れるんですけど、全然乗ってるし。でもこれ80になったら多分、まあもう車運転難しいと思うんですよね。だから間に合ってよかったなっていう。うん、で、この前、まあ結構前ですけど、会った時に、親父がね、あの、その、息子からもらったね、その BM を、ニヤニヤして乗ってましたね。そう。で、すげえピカピカでしたね。あ,あしっかり磨いてんな、みたいな。うん まあ、ピカピカでしたね。で、親父が言ってたのが、まあ,あの、死ぬ前に外車乗れるとは思わなかったよ、みたいなね。まあ、ありがとう、みたいな言ってくれましたけど。うん。別に車じゃなくてもいいんですけど、僕はまあ、幼少期からずっと軽自動車で、やっぱその、うん、僕はすごく、そこをね、周りとやっぱ比較する部分あるんで、ずっと軽自動車。だから、小学校の時にその、 親父の会社の保養所で秋田まで行ったことがあるんですよ、車で。で、秋田までね、その軽自動車で、その軽自動車の後ろのあれを倒して、で、後ろに、まあ、毛布か布団を敷いて、まあ、僕はちっちゃかったんで、まあ、それで寝てね、あの、行ったりとかしましたけど、ずっと軽自動車でだったんでね。だからね、親父がすごくその高速道路、やっぱ軽自動車だと高速道路、やっぱ、 ちょっとまあ、今の最新のね、新車とかの軽自動車だったら、まあ、早いんですけど、まあ、親父が乗ってる車はもう古いやつですから、やっぱ高速とかも遅いし、まあ、ストレスあるし、だから高速すごい乗れて楽しいとか言ってましたね。まあ全然違うんで、まあ、BM と軽自動車だったらね、高速道路のその、うん、走り具合はですね。うん。だからまあ喜んでくれたんで良かったなと思うんですけど、 うん。まあ、これもね、お金がなかったらできないですし、僕もずーっと思ってたんだけど、僕自身も借金2000万あったんで、だから借金2000万ありながら GTR 乗ってるんで、<laughs> なんかあ、あの、申し訳ないなというか、申し訳ないなというか、うん。まあ、とりあえず借金を自分のことをちゃんとしっかり精査して、その後だなっていうのは思ってたんで、うん。だからまあ、本当に久保さんが言う通り、時間がどんどんなくなっていくっていう、 時間がなくななくるといううか、か、ま、親、あ、親孝行のタイトルでで言ららば、死んできますからね、親は。だから本当にお世話になったっていう人に何か恩返しできる時間もなくなってくるのでまあお金が全てじゃないけどお金があればうんまあそういうプレゼントはできるわけじゃないですか別にまあ片もみ券とかでもいいかもしれないですけどもうんそれ以上の価値それ以上のなんか思い出まあ少なくても あの今、ま毎、毎日ではないですけど、結構頻繁に毎週、うちの母ちゃんとあのその BM 乗って、いろいろ高速乗って、いろいろなんか旅行してるみたいなんですけど、まあ思い出作りしてたね、死ぬ前の,あの。やってますけど、うん。まあお金稼ぐっていうことも、やっぱ賞味期限ですから、うんまあ、僕はいつも思うのが、 80歳の病院のとこで酸素マスクつけてて、なんか10億円あっても、使い道がないですよね。うん。まあ、自分が80歳になってる時、親が生きてることも、もう親は死んでると思いますし。<laughs> うん。だからあの、いつやるのかって今でしょうっていうね、あの、林さんが言ってましたけど、まあ、本当にまさにその通りだなと思います。いつやるのか今でしょうっていう、今しかないんですよ、うん。今やらなかったら、今の時間はなくなるんで。うん。だから、さっさとやるしかないですよね。 やっぱなんか一番まあ自分のその欲求を満たすっていうのも大事なんだけどもやっぱりそのお世話になった人に何か還元できるっていうところまで行くとよりいいんじゃないかなと僕は思いますもちろん自分があのそもそも満たされないとその気持ちよくね他者還元できないと思いますし ま,あまずは、まあ自分、まあ自分が借金あるんだったら、まず借金を返すと。借金返せないんだったら自己破産するしかないし。うん。でも借金を返すっていうことも、まあぶっちゃけその国が認めてますけどね、自己破産。でも、自己破産したら、その貸してた業者さんは路頭に迷いますよね。帰ってこないんですから。だから結局その貸してくれたお世話になった。僕は借金は絶対返すものだと僕は思ってるんですね。 借りたものは返すっていうね。これ、万田銀次郎も言ってますけど、借りたものは返すと。<laughs> ただそれだけっていうね。うまあ、お世話になったわけですがね。銀ちゃん殺生やみたいなね。<laughs> 何が殺生やと。<laughs> お前が借りたんだろみたいなね。統一でオ市で OK でね。<laughs> ありがとうございますン田さん紙ですみたいな、ね、どこ、どこも貸してくれなくて、最後、万田銀次郎のとこ行ってね。統市でも大丈夫ですありがとう。 これで何とかしのげますみたいなね。でもなんかそういう事件が起きるんですけど。で、取り立てに行くと、摂政なみたいな。もうちょっと待ってくれみたいなね。<laughs> うん。そう。まあ、しっかり稼ぎましょう。うん。お金は稼いだ方がいいと思いますよ。うん。そう。はい。で親孝行も僕はした方がいいと思いますね。自分がこうやって生きてるのは、結局その、 親が産んででくれたかか。らじゃないですか、うん、もちろん親が産んでくれたからその生き,生きるっていうのは楽しいことばっかりじゃなくて辛いこともあるししんどいこともあるしいろいろあるんだけどもでもその体験ができたっていう生きるという体験ができたのは親が産んでくれたおかげじゃないですかうんだからまあそこにやっぱ感謝して、うん、何かをこう恩返しするっていうのは僕はまあ あのすごく大事なことうんまあもちろんそのなんだあー生まれた瞬間生まれてから親がね DV というか暴力ばっかりして、まあ、明らかにね明らかに感謝できないっていう親も世の中にはいるので一概には言えないですけどもまあ一般的にねちゃんと教育を受けさせてもらってまああの育ててくれてるっていう親のもとに育ったんであるならばうん まあ、一人の子供育てるのにも何千万ですよ、うん、しかもこれ見返りがないですからねうんそうビジネスとか投資とか違って我が子にかけるお金っていうのは何の見返りもないですからね、うん、じゃあこ,この子供が大人になったらその金持ちになって俺にお金がいっぱい来るなんてそういう気持ちでなんか ま、投資してるみたいな感じで、子供に対してその食事を与えたりとか、教育にお金払ったりとかは、多分してる親いないんじゃないかなと思うんですよね。ま、それを、もうなんか子供じゃなくて、その投資物件になっちゃいますよね。多分いないと思いますよね。だから無償の、無償にお金を使ってくれてるわけじゃないですか。無償の愛というか、見返りを求めないことですよね。だから逆に言うと、そこまでやってくれたからこそ、 何か還元してあげるっていう気持ちを持ってなんかあの恩返しするっていうのは、うん、じ多分ね僕人生において一番なんか大事なことって多分そこだと思うんですよねうんそうなんか結局自分がいるのは産んでくれただけなんでそこの事実はやっぱ全てじゃないですか、うん、もちろん他者に還元していく 他今までは成長していく過程の中でいろんな方にお世話になってるんで、まあ、その方に恩返ししていくっていうのも大事なんだけどもコアは親だと思うんでうんそうですよね親ですよね <laughs> 親が産んでんだから、うん、ただ例外はありますけどね、うんまあ、あのすぐ産んだ瞬間捨てられるとかねあの、まあ、そういうのもありますから、うんまあ、僕はまあ貧乏だったけど貧乏なりに まあね、まあうちは金がない、金がないとね、うちの母ちゃんがずっと言っててね、まあ貧乏、だから貧乏嫌だなっていう、いつか将来金持ちになりたいなってずっと思ってましたけど、うん、まあ今思うと、まあ結果論ですけど、結果論なんだけども、その貧乏だったからこそ、お金持ちになりたいなって思わせてくれた、うん、なんか、なんか、なんか他の人と違うことやって、なんか成功したいなっていう。 思わせてくれたのも、やっぱ貧乏だったからっていう。もし僕の家が裕福だったら、今みたいな行動だったりとか、今みたいなことはやってないかもしれないですね。確率は低いと思います。うん。まあ結果論ですけど。でも、きっかけは間違いなくそうですからね。うん。まあ人生何があるかわからないですね。何があるからわからないから楽しいっていうね。 そう昨日、昨日歯があったのに今日歯がないっていうね。<laughs> 昨日歯があったのに今日が歯がないっていう人生ですよ。はい、何があるかわかんない。いってらっしゃい。